にぐるまひいては、ドナルド・ホールが文章、バーバラ・クーニーがイラストを担当した絵本。この本は、1980年のコールデコットメダルを受賞した。この本の内容は、19世紀初めのニューハンプシャー州の農家の生活と仕事について語ったものである。一家の父親は、銀車を使って、ポーツマスの市場に収穫物を運び、これを金銭に変えて、 翌年に必要となる物資を買い入れる。収穫物を運ぶのに使った牛車や、それを引いてきた牛も、売られて換金される。もともとホールは、オックス、カートマンを、詩の作品として、ザニューヨーカー詩1977年10月3日号に、発表した。後に、ホールは、この詩に大きく手を入れて、子供向けの本を作り、バーバラ・クーニーにイラストレーションを委ねた。クーニーは、 すでにイラストレーターとして関わったチャンティクリアとキツネがコールデコットメダルを受賞した実績を持っていた。最初に発表された試作品も後にまとめられた書籍も物語や主題の内容は循環的なものになっている。この本はリーディングレインボーの第二シーズンで取り上げられた。もきかずこのわけによる日本語翻訳版は1980年10月に ホルプ出版から刊行された。日本語版は新聞各紙で好意的に紹介された。ありがとうございます。